はい、ブンクラです、今回もやっていきたいと思います。まずダイヤのツルハシを作ります。よいしょ。で、実はこの前回作ったトラップの下をずっと進んでいくと、また廃坑とかあってですね、物がたくさんになってしまいましたで、ちょっと一回帰ろうかなと思います。で、馬で帰ろうかなと思ったんですけど、ここに馬を1頭置いておきたいので、ネザーゲートを使って帰ろうかなと思っております。で、ネザーゲートをまず作るために黒曜石っていうのがいるので、ちょっとその黒曜石をね、取りに行きたいと思うんですけど、どこにあるかな。よいしょ、ここりを。実はこの下をね、僕掘ってるんですよ普段。こんな感じで掘っております。マグマの音するけどな。この上の方、あ、ここかな、この上か、この上の方にマグマがあるってことだよね。どこ行けばいいかな。マグマが流れているとこじゃなくて、マグマの源流に当たらないといけないので、ちょっと掘っていきます。お、あった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 、これでいこう。で、ちょっと一回掘って、やっぱこの下にマグマがあるとやばいんだよね。水を流しながらやりましょう。すっごい時間かかるんだよね、黒曜石は。ダイヤのツルハシでしか掘れないんですけど、それでもさらに時間かかるんで。オッケー。鉄と火打ち石を用意して、火打ち石と打ち金を作って、どこにネザーゲート作ろうかな。やっぱりこの辺りがいいよね。じゃあここにしよう。じゃあまず足場の2個置いて、よいしょよいしょ、123、まあ、ここはいらないか。よいしょ。まあ、とりあえず黒曜石でこの 3×2 の枠を作ってると。で、火をつけると。で、これでいけます。さらなる深みへ。さあ、着きました。じゃあここがネザーの世界なんですけど、わ、結構深いとこに出てきたな。岩盤が見えてる。このネザーでの一マスが現実の世界の8マスになるので、現実世界で行きたいとこの座標をまず調べて、それ割る8をしてやればつけると。ちょうどこの真上の辺なんで、これの上あたりに作っていきたいなと思います。あの砦からちょっと伸ばして、あの上に作ろうかな。ちなみにこの豚さんは、こっちが攻撃をしない限りは大丈夫な豚さんです。この真上に作りたいので、どうしようかな。こっちらの方か。いいもんとね。まあ、下に降りる足場はまた作るとして、とりあえずここで帰れるかどうか試してみようかな。よいしょ。違えた。よし、頼むぞ。お、帰ってこれた。よし。じゃあこれでつながったので、次回はすぐ目の前の要塞見てみようか。なんかありそうだもんね。で、あっちの世界から豚さんが来ちゃ嫌だから、
よし、これであっちから豚さんが来てもね出れないんで、じゃあ次回はですね、あの要塞の探検と、あとここ入ってすぐのね整備をしたいと思います。ゾンビが歩いてきてる、しかも村人ゾンビだこれよし、じゃあ次回はですね、ネザもう一回行きたいと思います。今回はご視聴いって次回は、ネザーの、要塞の、探検と、さっきのゲートの足回りっていうか下に降りる道を作っていったりしたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。